お風呂の中身は何だろうな。2問目は出川哲朗が挑戦。くそ、当てればいいわけだな。はい、1かけでした。よし、ここでいいや。いいですか。よし、はい、俺の OK で来て。ゴーグルをしろよ、ゴーグルを。俺のミスじゃねえだろ、今。お前のミスだろ。お前勝手に始めようとしたんじゃないか。入ってからゴーグルさ。すいません、ちょっと慌ててます。クイズだからね、これ。ごめんなさい、ごめんなさい。アナセントゴーグルさん、興味が。見えてないですね。ちょっとこれ真っ暗すぎないかな。いや、見えてないですね。大丈夫ですね。真っ暗でしょ。本当に真っ暗でしょ。本当怖いよ。ちょっと見えてんのかどうか。見えてないです。本当に真っ暗すぎじゃない。怖いんだよ。クイズですから。わ、大丈夫かなこれ。くれぐれも逃げないようにお願いします。あーしゃ、絶対逃げねえよ。いいですね。オッケー。 Your next Mr. Degawa Go for the Reaction Hall of Fame。 中世のヨーロッパで捻挫などの薬にも使用されたものは何？捻挫？いきます。どうぞ。怖い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 。上向いた方がいいんじゃない？もうちょい上。上向いてしっかり。きますよ。うわ。やばいやばい。やばいやばい。違う、体が痛いの。体が痛い。あーじゃねえよ。答え、本当に痛いんだよ。ヒントください。ヒント？ヒント。西洋にも日本にもあります。西洋にも痛い。じゃあ、なんでこんな体。あー、痛い。痛い。分かった。分かった。何でしょうか。答えは何？せーの。からし。あー、また当てちゃうんだ。やったー。いやいやいや、やったー。ないのパターン、一人だとないのか。ちょっと待って先生、耳が。いや、30万だよこれもう。耳が入っちゃうと聞こえないで。一回入っちゃうと本当に聞こえないから。聞こえないっていう理由で面白くないのはダメだろ。汚ったね。まあね、本当に最近仕事皆さん減ってますから。おい、減ってねえよ。減ってないよ。ここで頑張って。減ってないっ、ね、ってないっつってんの。じゃあお前頑張って館長プロレスで仕事来るのか。お前L 一方だろお前。やだろ。どっから来るんだ。ソフトオンデマンドか。さあこっから行くのか。よっしゃ行くぞ。おードロップキックか。あっと、ドリで落っこった。そして大丈夫。あー大腸が。オッケーオッケー。あー、これはきつい、これはきつい。ボアドラマクリカ弓矢固めであります。弓矢固め、完全に出川がラミネートチューブだ。オッケー、出る出る、オッケー、絞り出される。これは苦しい。ありがちありがち。はい、出るじゃない、出てます。INGK でありましょう。いただきます。この日のターゲットは寿司屋で昼食。お寿司といえばこのいたずら。定番ネタを仕掛ける。ありがとうございます。軍艦巻きに入るだけのわさびを投入。あとはウニをたっぷり乗せれば激辛寿司の完成。大量のわさびが入ったお寿司は一つだけ。はい、マヨネーズちょっといただきます。マヨネーズ、はい。Thank you.
まずはイクラを食べ危険を回避。さすがは出川、二つ目で激辛寿司を引き当てた。この日、我々は嘘の歌番組を設定し、ターゲットを銀座へ呼びつけた。声を自由に操れるボイスチェンジャーを使い、出川の歌をめちゃくちゃにする。バラードというとといった曲が、まあ、絶対にチックタイムの時はシングルヒットか I love you かあとサザンですね。ということで尾崎の I love you を熱唱してもらうことに。今だけは悲しい歌聞きたくないよ。いよいよ作戦開始。生きてさえいけないと、後ろで上で優しさ持ち寄りきつい体抱きしめ合えばそれまた不満閉じるよ。悲しい歌を愛がしまわぬようにそれからまた目を閉じるよ。歌に愛がしらけてしらわぬように偽ロケが休憩に入った。ついに出川がやってくる。すみません、ちょっとこちらの方で、はいはい、お待ちいただいて。でちょっと荷物持ってますんで、はい、後ろの持っていただいていいですか。じゃあそのこれ使っていいのかな。あ、大丈夫ですよ、はい、じゃあそれ使ってください、はい、じゃあちょっとだけまあはい、ごめんなさい。じゃあすみませんが、はい、すみません、お願いします。お願いします。いよいよ作戦実行。
おっおっあっちおっ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 あっち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 すいません。違いますよ。何の撮影も何も、この車乗って腰掛けた途端ガーンって前後ろが開いてここに落とされたんですよ。ドッキリですよ。ドッキリ。え？それ教えてくれないんですよ。何のドッキリかも。お風呂の中身は何だろうな。2問目は出川哲朗が挑戦。くそ、当てればいいわけだな。はい、1かけでした。よし、ここでいいや。いいですか。よし、はい、俺の OK で来て。ゴーグルをしろよ、ゴーグルを。俺のミスじゃねえだろ今。お前のミスだろ。お前勝手に始めようとしたんだろ。入ってからゴーグルさ。すみません、ちょっと慌ててます。クイズだからね、これ。ごめんなさい、ごめんなさい。鼻セットゴーグルさ。見えてないですね。ちょっとこれ真っ暗すぎないかな。いや、見えてないですね。大丈夫ですね。真っ暗でしょ。真っ暗です。本当に真っ暗でしょ。本当怖いよ。ちょっと見えてんのかどうか。見えてないです。ちょっと本当に真っ暗すぎじゃないか。怖いんだよ。クイズですから。わ、大丈夫かな、これ。くれぐれも逃げないようにお願いします。あーしゃ、絶対逃げねえよ。いいですね。オッケー。Your next Mr. Degawa, go for the Reaction Hall of Fame. 中世のヨーロッパで捻挫などの薬にも使用されたものは何？捻挫？いきます、どうぞ。怖いね。上向いた方がいいんじゃない？もうちょい上、上向いてしっかり。いきますよ。うわっ、やばい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 、死ぬぞ、やばい、死んじゃう、死んじゃう、死んじゃうって、死んじゃう、痛い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 、出ちゃダメ、出ちゃダメ、ゴーグル取れちゃったし、もう違う、体が痛いの。体が痛い。あはははじゃねえよ。答え本当に痛いんだよ。ヒントください。ヒントヒント、西洋にも日本にもあります。西洋にも、じゃあ、ちょっとなんでこんな体、痛い痛い、分かった分かった、何でしょうか、答えは何。せーの、からし。ああ、また当てちゃうんだ。やったー。いやいやいや、やったー。ないのパターン、一人だとないのか。ちょっと待って先生、耳が、いや30万だよこれもう。耳が入っちゃうと聞こえないんで、一回入っちゃうと本当に聞こえないから。いや、聞こえないっていう理由で面白くないのはダメだろ。きったねー。まあね、本当に、ね、最近仕事皆さん減ってますから。減ってないよ、減ってないよ、ここで頑張って。減ってないっすよ、減ってないって言ってんの。じゃあお前頑張って官庁プロレスで仕事来るのか、お前。L 一方だろお前。やだろ、どっから来るんだ。ソフトオンデマンドか。さあ、こっから行くのか。よっしゃ、行くぞ。ドロップキックか。あっと、砦を取った。そして大丈夫、大腸が、オッケーオッケー。あー、これはきつい、これはきつい。ボアドラバックリカ、弓矢固めであります。弓矢固め、完全に出川がラミネートチューブだ。オッケー、ディルディル、オッケー、絞り出される。これは苦しい。違う、ありがちありがち。はい、出るじゃない、出てます。INGK でありましょう。いただきます。
この日のターゲットは寿司屋で昼食。お寿司といえばこのいたずら。定番ネタを仕掛ける。軍艦巻きに入るだけのわさびを投入。あとはウニをたっぷりのせれば激辛寿司の完成。大量のわさびが入ったお寿司は一つだけ。はい、マヨネーズちょっといただきます。マヨネーズ、はい。まずはイクラを食べ、危険を回避。さすがは出川、二つ目で激辛寿司を引き当てた。この日、我々は嘘の歌番組を設定し、ターゲットを銀座へ呼びつけた。声を自由に操れるボイスチェンジャーを使い、出川の歌をめちゃくちゃにする。バラードというとといった曲が、まあ、絶対にチックタイムの時はシングルヒットか I love you かあとサザンですね。ということで尾崎の I love you を熱唱してもらうことに。今だけは悲しい歌聞きたくないよ。いよいよ作戦開始。生きてさえいけないと。後ろで上で優しさ持ち寄りきつく体抱きしめ合えばそれまたふまず閉じるよ。楽しい歌愛がしまわぬようにそれからまた